アレクサンドル・シェルバネスクは、ルーマニア王国空軍の軍人で、第二次世界大戦中のエースパイロット。1912年5月17日、オルト県コロネシティに生まれた。1933年にシビウの不評士官学校を卒業して少尉に任官、ブラショフの山岳兵部隊に入隊した。1939年に空中観測員学校へ入校し、 同年に飛行士の資格を取得した。1940年には飛行学校に入り、10月31日に戦闘操縦士資格を取得、戦闘機パイロットとなり PZLP-11E-80BF-109E を操縦した。1942年4月、シェルバネスク中尉は第7戦闘航空軍に転属し、9月、 第57戦闘飛行隊の一員として、スターリングラードへ初出撃した。しかし、9月12日に飛行隊長が戦死したため、シェルバネスクが隊長代理を命じられた。9月17日、スターリングラード北東で約マイナス1を撃墜したのが彼の初戦火となった。11月22日夜、カルポフカ飛行場はソ連軍の攻撃を受け、不評証拠として、 訓練を受けたシェルバネスクの指導の下防衛を行っていた。しかし、ソ連軍に包囲されて緊急避難することになり、BF-109E の無線機塗装甲板が取り外され、パイロットたちは地上勤務員を一人ずつ乗せて夜明け前に飛び立った。1943年3月6日、シェルバネスクは大尉に進級。30名のパイロットが選抜されて、 ドイツ空軍第3戦闘航空団内に実験的に設けられるドイツルーマニア王国戦闘団が編成されると同部隊に配属されるルーマニア空軍の3つの飛行隊の一つ第57戦闘飛行隊の指揮官となった。ルーマニア人たちは新品の BF-109G を受領して3月末までに出撃を開始した。この時期からシェルバネスクは スコアを伸ばし始め、5月までの200回を超える出撃の間に8勝利を収めた。6月1日、合同戦闘団が解散されると、シェルバネスクと、その飛行隊はルーマニア第1航空軍団に属して、戦いを続けた。シェルバネスクは、勝利を重ね、7月5日に、航空有効勲章騎士十字章を授与された。その4日後、敵軍渋滞を機銃操射中に、 対空重火で顔面を負傷し、過労死的地に不時着した。しかし、傷が治ったばかりの8月20日に、再び負傷し、顔面に永久に傷跡が残った。8月には、確実10機、不確実2機という、最も多くの戦果を挙げ、8月31日に、高三島未俳優観光勲章を授与され、ドイツからも一級鉄十字章を贈られた。 9月には3週間の休暇を得たため不確実1機のスコアだけであったが、10月には A-20 爆撃機1機のほか、約9など6機の撃墜を報告した。10月10日の戦闘でシェルバネスクは燃える機体で敵と友軍の中間地点に不時着し、第4山岳師団の兵士たちに救出された。1944年に入るとソ連軍との戦闘が激化し、 1>, 1月14日には、レッペテハ上空で、薬戦闘機11機と、単身戦い1機を撃墜した。2月9日には、第9戦闘航空軍の指令に就任したため、2月と3月には、それぞれ1機ずつのスコアに止まった。4月には、ライバルであるコンスタンティン・カンタクジの隊員のスコアを追い抜き、実戦出撃500回を達成した。6月11日、シェルバネスクは、 アメリカ陸軍航空隊の b 十七を撃墜し、7月には p 三十八、p 五十一を撃墜したが、8月4日に p 五十一 d を撃墜したのが彼の最後の勝利となった。8月18日、劣勢のルーマニア機はアメリカ第31、戦闘航空軍の p 五十一数重機に高高度からの攻撃を受け、その戦闘で、 シェルバネスク隊員は戦死した。無線機が故障していたため、P-51 が背後に回ったことを知らせる。両機からの警告を聞くことができなかった。銃撃を受けたシェルバネスクの BF-109G-6 は、ブラショフ近郊の警告に墜落した。アレクサンドル・シェルバネスク・シェルバネスクは、実戦出撃590回、空戦235回を戦い、 撃墜確実44機不確実8機で連合軍機に対する撃墜数でルーマニア第一位となった。現役パイロットでは前例のない公に等未敗有観光勲章の受訓を推薦されたが、その戦死5日後にルーマニアが連合国側に陣営を移したため勲章は送られなかった。優勢な敵に立ち向かい、通軸時代の同盟国と戦わず戦死したため、 ルーマニア飛行士たちから、あまねく尊敬を集め伝説の人物となった。1944年8月23日の政変以降、シェルバネスクの名は政治的タブーとされたが、1989年12月に共産主義体制が崩壊すると、再び称賛の対象となった。ブカレスト市内の大通りの一つには彼に名が付けられている。ブカレストの現地ア軍人墓地では、 シェルバネスクの命日に存命パイロットたちが集まり、個人を忍ぶ習わしが共産主義体制時代から続いている。ありがとうございます。